K.S. ディスコボリア・グロジスク・ビエル・コポルスキは、ポーランドの西部、ビエル・コポルスカ県の都市グロジスク・ビエル・コポルスキを本拠地としていたサッカークラブである。1922年に創設された。ディスコボリアという変わったクラブ名は、クラブの母体が陸上クラブだったことに由来しており、クラブのロゴでも円盤投げ選手のデザインが用いられている。 数十年間にわたって弱小クラブであったが、1990年代以降に、ポーランドで急速な躍進を遂げた多くのクラブと、同様、強力なスポンサーを獲得したことが、クラブ飛躍の契機となった。すなわち、グロクリン社の社長がオーナーになり、クラブ名にもグロクリンという社名が冠されると、潤沢な資本のもとで着実にクラブは強化された。 その結果1997年に一部昇格を果たし、一旦は二部へ降格するものの、再び一部昇格を果たすと、さらにクラブの強化が進められた。ついには2001から2002年シーズンで準優勝を果たして2003年の UEFA カップへの出場を果たし、ヘルタ・ベルリン・マンチェスター・シティを撃破する快挙を成し遂げたが、ボルドーに敗れた。2005年には、 カップ戦初優勝を果たし、2007年にも優勝を果たした。2008年7月、ポロニア・ワルシャーと合併し、選手の大半はポロニア移籍。新しいディスコボリアは4ブリーグへ加入することになった。ホームスタジアム、ありがとうございます。